これはこう回すんですよ、こういう感じです。そうそう、つるっと落ちる。自分が転ぶ。で、こうやって上に、テイクアウトするぜ。ああ、倒れねえ。そんなんじゃ俺はテイクダウン取れねえよ。俺は腰が強いからね。さあ、オッケー、わかりました。いや、ケンスケめっちゃ腰強いっすね。はい、すっごい腰強いっすね。さすが坂本勇人大好きケンスケさんですね。はい、わかりました。とりあえずこういう時です、はい、こうスタンディングバック取った時どうやって倒すかですよね。やっぱ腰が強い人ってなかなか倒せないんですよ。うん、もちろんね、こっからね、一番いいのはね、まあ、1個殺せるといいですよ、ね。あ、はい、そうそう、これ1個殺せるとケンスケさんだいぶ動き狭められるんですよね。まあでも取れなかったとしてもこうなりましたね、腰が、ね、こうなったら、まあ、何種類かあるんですけど、まずこの状態でこっち側行きます、僕。僕、自分から言えば自分が左行く感じですね。左行って、ケンスケさんの太ももを自分の内ももで押さえるんですよ。そうすると、一応ケンスケさんこれで動き止められるんですよ。そしたら、エアーでやると、ね、ケンスケさんの頭ここなんだけど、こうなる感じ。ね、バン、ニョキッ。で、ここ、せき止めてます。そして、スクワットするみたいな感じ。ね、まあ、少々ね。ちょっと今失敗しましたけど、今日もこれで行く時も全然あります。そう、ね、これパターン1ですよ、ね。パターン2としては、ちょっとケンさんこっち向いて、今度はどっちの足でもいいですよ。どっちの足でもいいんで、ここにつっかえ棒を作ります、ね。ケンさんの後ろ足あるんですね。ここに今度この足で一目ですよ。ここに今度この足で一目ですよ。そしてケンスケさん、ここ止められてるんですよ。この足、つまりこれ以上後ろ下がりません。その状態で体をこう後ろに振られたら、うーわーって倒れるわけですよ。ね。このせき止めがなければ、こうやって耐えれる。ね。じゃあ一回振ります。そう、ケンスケさん、右足後ろにやって、そう、バランスこうやって。こうやって一生ローリングです。なんだけど、ここ止めてる。で、こう振ります。で、体なんで強いんで、僕自身も転ぶように、体重全部かけます。そうすると、こういう感じで、そうすると、こういう感じで、で、こうやって上に、OK ですか？もう一回見てたんですかね。これパターン2、こっち向いて、あ、こっち向いてたってことですね。はい、来ました、バックと、ね、ここせき止めます。そして斜め後ろにちょっと回すような感じ で自分の体重をもろにかけて、そうすると健介さん耐えないですね。これぐらいだとちょっとバランスいい人、健介さんぐらい体幹がいい人だと耐えちゃうんで、自分で転ぶ。そしてこういくと思う、バック止めます。で、もう一個ですね、ごめんなさい、順番間違えたんだけど、さっきやったんですね。で、これね、これやって、例えばこういったら健介さんがこの手で俺の足を押してちょっと前に出るんですよ。そうそう、そうするとほら、俺この右足一生かけれません、基本的に、ね、一生ここにフックできないです。この時逆にケンスケさんはこっち向いてこうやってるんですよ。こういう感じなんですね。体重こういう感じでかけてるんで、ここにすごい体重乗ってるんですよね。で、こっちにこういう感じで一方向に力が入ってるんですよ。ってことはですよ、俺の足を押してこうなってるんで、俺はこう回すんですよ。こういう感じです。そうそう、つるっと落ちる。で、これ今ちょっとカメラ映ってないんだけど、ケンスケこのまま左にちょっと動けます、はい、左側にそうそうそう、はい、ね、こう倒れたんですね。そしたらこの手でここの内側です、外側か、手首あたり持ちます。まあ、前腕だったらどこでもいいです、こう持つんですよ。そうするとほら、絶対これ上取れる、絶対上取れる。で、バックと、こうやるとケンスケさん、例えば俺が前の見ても、はい、もう潰れてる。ケンスケちょっとガチで逃げようとして、ここ殺されてるから逃げれないんです。で、こういう感じになってる。俺が体重で潰してて、なおかつこっちの手引かれてるから、こういう感じになってから体幹が死んでるんですね。もう一回しかやるぞ。うわ、来ました、ね。足かけようとしたら、うわ、もっと張るよね、ケンさんね。もっと左張るよ。そうそう、こういう感じなんです。そしたらこう、こう。ね、そしたらすぐにこの、ここ取るんです。
で体重かければ変なきつい、ね、まあ、MMA だったらこのまんま別にあの何つうかねポジション、まあ、ここでも十分ポジション取ってんだけど、このまま多分これいっても結構エルボーあったら、ね、結構でエルボーあったら結構フィニッシュ的なもんいけるんじゃない、多分これで結構ちょっとやばいですよね、はい、ハートも強い健介さんでもこれ500発くらいだと知りますよね。どうですか、それがしっくりきそうです。今最初のとダメです。OK。じゃあ全部やってみましょう。私受けます、はい、ね。じゃあ最初のやってくれますか。はい。うん、そうそうそう。うわ、うわあ、すごいパワーっすね。あ、めっちゃいいですね。めっちゃいいですね。ごめんなさい。流れ的に、パターン3いきます。はい、来て足かけた。したら俺がこうやる。したらこうそう。あ、そう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 。あ、ちょっと、うわ。あ、全然 OK です。OK 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 です。共有範囲です。じゃあ、パターン2って言えばいいですかね。ナンバーがよく分からなかったですけど、この2つ以外のさっきの、こっちの仕掛けのやつ。見てください。バック取った。あ、こう、右足でせき止める。そうそう。で、体重かけてあります。そうそうそう。あ、そう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 。で、上になって上になって。そう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 。OK、OK、OK。いいじゃないですか。どうっすか？いいっす。いいでしょ？あ、ガチでしょ？僕が結構使うのは、今の最後のやつ。はい、パターンちょっとなんか忘れたけど今のやつ僕は大体使いますね。でもせっかくなんで、はい、パターン1からね、はい、すごいパワーですね。みんな怪力ですね。何食ってんだろうみんなね。 OK、 じゃあ次に行ってください。僕はディフェンスします。あ、そうそうそう、でこの左手、僕の左手殺します。左手殺す、左手、そう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 。あーで、鉄椎エルボー、エルボー、エルボー、はい、ギミギミギミ、オッケー。じゃあ最後のやついきますかね。僕が愛用してるやつ、うん、よいしょ。ああ、あ、そうそう、投げ切ってください。あー、オッケー、ギミ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 、タップアウト。オッケー、オッケー、オッケー。どうですか、ケイスケさん、どうですか。坂本勇人大好き、ケイスケさん。いや、もうこれはもう当たる確定です。マジですか。わかりました。ですね、そこじゃ聞き流しておいて、2人ともね、3ヶ月後に総合格闘技の試合があると思うんで、はい、これを使う場面があったら使って、まあ、その後パウンドなり、ね、バックチョークなり決めて勝利の雄たけびを上げてください、ね、じゃあちょっと勝利の雄たけびも一緒に練習しましょう。はい、はい、じゃあ2人ともありがとうございました。YouTube、TikTok、Twitter、Facebook、Instagram、コメント欄で格闘技に関するご質問お待ちしております。